我が最勇気は、中島敦氏の未完とされている小説の連作。五条出世と五条丹に、モン」、「五条の手記の短編二編が書かれ、各々の末に、我が最勇気の中、と書かれていることから、我が最勇気と総称されている。最勇気を題材に、佐五条を主役とし、中島敦氏は、僕のファウストにするという意気込みで書き、 ファウストやザラトゥストラなど、あまり立派すぎる見本が目の前にあるので、かえってうまくいきませんとも伝えている。1941年5月8日の田中、聖次郎宛のハガキと同年6月、深田久屋宛の書き置きに、最有期を始めていますとある。五条出世と五条丹には、共に、1942年11月、今日の問題者発行の南東丹にて書出である。 総行、原稿は一切残されていない。1942年初夏に中央公論者の編集者が弟子と共に受け取っていることから、この頃脱稿したと推測される。五条は、一人ごとの多い精神的に不安定な人物とされ、最後の救いの綱として天竺への旅に向かうことになる。壮行及び完成上書原稿が存在するが、二つは大きく異なる。 上書原稿は、表題ページも含めて400字詰め原稿用紙33枚で、丸禅のものを使用している。カブランがに、1から32までのノンブルが実質で打たれ、32枚目末尾に、小14.1、15と中島自身が書いているが、それは赤鉛筆の日本線で打ち消されている。本作では、五条出世にあるような精神的な不安定さは表現されず、 冷静な目で、孫悟空、三蔵法師、諸八戒を分析している。ありがとうございます。